バイザーを務めています青木直也と申します。そうですね、今回くるみとドンキと続いて古典バレエ、行き直してやってるんですけれども、リハーサルずっと見てて本当に飽きないです。結構長めのバレエなんですけど、プロローグがあって1幕、2幕、3幕と、どこを切り取ってもかなり面白いと思うので、ぜひバレエが大好きな人も、バレエ見たことないっていう人も多分わかると思います。これゆっくり見ていただけたら。なのでぜひぜひ劇場に足をお運びください。もうすぐですね、7月30日4時開演です。よろしくお願いします。